モリチャリ企画、ついに本格的に始動でーす。さあ、では4月何をするか。北区のベルさんからジグソーパズル2000ピースに挑戦してほしいというメールをいただきました。そこで私が用意したパズルこちらです。じゃーん、300ピース足りない。1700ピース足りないです。ただこれね、ちょっと訳がありまして、柄がないでしょ、真っ白なピースなんです。ここがね皆さんポイントですから、ただサボろうとしてるわけじゃないんです。モリチャレモリチャレモリチャレ、うわー、噂で聞いたことがあるんですよ。この無地のパズルって、無地になった瞬間途端にレベルが上がるんですよね。ね、聞いてください皆さん。やっぱりチャレンジっていうのは、やりますって言ってすぐできるもんじゃないですね。今日は4月の12日モリチャレの成果発表が4月の25日、1ヶ月間のチャレンジとお話をしましたが、実質13日のチャレンジでございます。これはね、本当にやっぱ何事も最初って大変ですよね。札幌市内の、まあ、こういう雑貨屋さんとかおもちゃ屋さんとかを巡ってパズルを探しました。でもね、どこにも無地のこういうパズルっていうのはないんですよね。それこそ2、30ピースの無地のものを見つけたん。ディレクターに相談したら、それは何のチャレンジでもないよねって言われて、そうですよねって言って、でインターネットでこれを今度探しました。で今度探したら、到着がですね、4月の15日。15日はさすがにと思っても血まなこになって探した。出鼻くじかれた。これさ、これなんか使えなかったら、隠した方がよかったら本当に隠してほしいんだけど、ズルになっちゃうから。これ多分ピースが2種類しかない、2種類っていうか1種類しか全部ないかも。いや、そんなわけ、なんかほら、だってこれとこれ一緒じゃない？だから、あ、違うか。あれ違う？あれ違う？あ、違うかな。そうよね。それパズルって、パズルって言わないよね、それ。じゃあバラバラにしたので、これを1から組み立てていきます。はい。頑張ります。やっぱ角からやった方がいいっていうよね。あ、これここじゃない？あ、全然わかんない。なんかヒントが何もない。どうしよう。今何分だったんだ。30分ちょっとですね。だいたい30だから10分の1 30分で。モリチャレモリチャレモリチャレ、うー。でもなんかずっと世界に一つだけの花が流れてたの、頭の中で。一つとして同じものはないから。本当にそうなの。パズルってオンリーワン。引き続き頑張ってください。行かないで、行かないで。どうですか？端以外何も持ってない。えぐいっすね、これ全部白と思う。もうダメです。塩森さんやばいじゃないですか、本当に具合悪そうすもん。え、これ完成しないと帰れない系ですか？完成しないと
帰れないわけじゃないですけど、はい、恥ずかしくてもうマイクの前で喋れない。そんなに？え、ちょっと違う？違うんです、微妙に。だから、はい、これここだなと思って無理やりはめると、はい、今度後から肩が来て全部合わなくなっちゃうんですよ、はいはいはい、こういう状態、はい、でここら辺はこうとか、あー、いろいろ複雑です。こうとか、はい、こうとかっていう風に今分けていて、はい、たださっきこう分けたのを、はい、金子さんはぐちゃぐちゃにして取りました。うわー、やべえ、めっちゃ怒ってんじゃん。いや、すいません、戻しました。僕戻してないです。やべえ、私はこれを仕分けるのに30分かかりました、はい、森さんすいません、これ続かせるかしら。残り一ピースでーす。見てくださーい。ここまで完成しましたー。さあ、最後、完成の儀を見守ってください。エブリチャレ、最後の一ピース、はめます。いきます。えい！あれ、ちょっと待って、はまんない。ちょっと待って、逆だ逆だ、いきますよ。はい、はめました。すごい、私でも本当に1日目2日目はもう絶対に無理だと思ったんですけれども、なんとなくこうやっていくうちにピースの違いが見えてきて、で本当にちょっとずつちょっとずつ光が見えてきて今に至るんですよね。だから自分の限界を自分で決めてはいけない。限界っていうのは超えられるものだっていうことがよくわかりました。ただ2000ピースを300ピースにしたのには訳がありまして、これ無地、無地のパズルですよね。無地にしたのには最初皆さん言ったでしょ、私訳があるんです。訳が、しかも、森チャレの完成披露が25日のなるみっつ内ということで、まだ1週間近くあります。そう、完成じゃないんですよ。こっからまた1週間ぐらいかけていろいろやっていきます。どんなパズルが完成するかは25日のなるみっつを聞いてください。